やってるつもりがないんで、申し訳ない。こんな風に死んだろうって。シール問題ってあるだろう、なんか営業と揉めたの。超もういかんな、ダサいな、お前ぐらい気分を返したわけだ。まあ、ちょっと笑い話じゃないっていうか、じゃあ一回止めろよ。ちょ、笑い話じゃないじゃん、何だけ不手段。いや、不手段ない。にも死んわなかったら、お前、言ったんだろ。お疲れ様です。何の話か分からんか。はい、ゆつどです。お疲れ様です。何、いつどくっつうの。1年半だったの、今日ぐらいって言ってました。1年もいない。まだ1年もいないです。8ヶ月とかですかね。どれぐらいなの。いい感じで成長してもどうですかね。まだ仕上げとかは全然まだまだなんで、成長するにはまだまだ。今日はでも1年半だろ。1年半って言ってましたっけ。なんかあったんか、嫁となんか仲悪いんか最近。元気ねえなお前。いや、ちょっと独立は今ちょっと考えてます、いろいろと。考えたらできんぞ。考えることじゃないの。個人事業主って今厳しくなってくるんじゃないですか。あれインボイスとか関係ないの。関係ないですか。じゃあインボイスなんかもうこれワイワイ言ってるけど、インボイスがどうのかどうのか言ってるけど、よく考えて会社もちゃんと消費税払ってるじゃん。払ってるけど、じゃあ10億売上があって消費税いくらくるの。勉強しなかった。自分の会社守るためにめちゃくちゃ勉強しようよ。もう税収と仕事です。もうそろそろ母やるか。長かったね、本題入るまでが。別にお前の怒られる話じゃないよ。めっちゃ嫌そう。いや、わかんない。だから嫌そうな顔してる。めっちゃ怖す。いや、なんかシール問題ってあるだろう、なんか営業と揉めたんだろう。シール長さ問題。あ、めっちゃ。あ、そんなことか。なんか安心した顔すんねん。安心とかじゃなくて、もうそれはもう。なんで、いや、それ大事なことだよ。はい、大事です。じゃあ、俺も経営者として、いや、どっちが悪いとかわからんけど、はい、俺も翔からの言い分しか聞いてないよ。お前の言い分も間接的にこっちから聞いたんだろ。やらなきゃ別に悪くないと。なんかしょっちゅうお前のメーター投げに投げてたろ。ちょっと前回こいつの動画でちらっと話したんですけど、うちは結局これちょうどいいとこあるな。ありがとう。それよ。参加者それじゃん。かわいい。ちょっと恥ずかしい。何年目？クエット何年目？5年目。マスター。5年目。はい。YouTube 昔から応援してくれてるもんな、ね、お前は。かわいい。いや、だって YouTube 結構応援派だもん。なん、これで。結局営業は見積もり段階でやるもので、まだ、まあ、図面で拾う人とかいろいろタイプあると思うんだけど、はい、職人はこれを貼るんだな、はい、でこれが1本何メーターなの。1個が18メーター。18メーターあるから、でそのうち、まあ、こうやってなんかこうやって折って貼ったりするもんで、まあ、こう切ったりするし、なんかいろんなことに使うもんで、まあ1メーターだけ切るの。2メーター。1個18メーターだけど、両面に両サイドに両サイドあるから9メーターになるよな。それ9メーターになるけど、9メーター全部きっちりこう貼ってないんで、うん、こうビタみたいなのあるな、こうやったりするな、剥がしやすいようにちょっとやったりする、テープを逃がすから、うん、その分を引いて8メーター。1メーター切るだけだ。これ1個貼ったら8メーターの計算でメーターを出すから、結構正確に出るんだよね。そう、結局で、うちの会社の仕組みは一応シール部門っていうところがメーターいくらで一応受け負いしとるみたいなね。でその成績表みたいなのが出るから、このメーターはいくらって決まっとんだよな。でそれで営業から受ける形なんだよな。でこの現場の申告を一応優先しますっていうことで、メーターが足りんとお前ら申告するんだよ。あ、言われたやつより。そう、営業から言われて300メーターでお客さんに出しました。だけど現場で実際シール貼ったら350メーターありましたよって。いや、その350メーターで払ってくださいねって、営業さんの誤信ですよね、それはって。
お客さんから取らないよ、もちろん。あ、そうなの。しょうがない、水漏れで。お客さんには300だけど、営業が50プラスで払うってこと、うん、だから営業の方針で営業部門が赤字になるわけですよ。で、宮永明はしっかり、こいつこういう性格だから真面目じゃん、うん、ちゃんとやれよって言ったらやるわけよな、多分こいつが。だからなんかそれがちょっと多すぎるんじゃねえかと。オーバーが、井村ホーが言いましたよ。オーバーが多すぎると。オーバーが多すぎると。でもそれで現場に来たんだろ、測りに来たんだ。僕が別の現場行ってる時に、うん、来て測ってたみたいです。じゃ詳しく聞きましょう。あんまり知らない、知らないって聞いただけだから。僕も井村さんから直接じゃないですけど、佐々木さんから聞いたんですけど、うん、その次の日現場行って測りに今行ってるっていう話を聞いてて、うんうん、で測り直したら、うん、それペコちゃん、もうそれ半分悪口だろ。ペコちゃんもわざわざ何切っとるさ、あの人。わかんないですけど。ちゃんもペコちゃんもいかんわな。そうだ、なんかチンコロみたいな、なんか。うん、で僕もあの、なんかそれいかんよな、はい、チンコロみたいなのみたいな、後ろから刺すなと思うな。で、あの測りに行ってるっていうのを聞いて、測りに行ってると。だから僕もちゃんと一回測り直そうと思って、うんうん、測り直して、うん、まあ僕は 100m オーバーでテープのやつで出したんですけど、実際は 70m ぐらいだったんですね、うん、僕が測ったら、うんうん、なんでそれは佐々木さんに伝えて、うん、っていう感じですね。で、今ショートは直接やってないの？井村さんとは直接話してない。それが全部終わってから他の現場でたまたま会った時に少し話したぐらいですね。あ、それ別にお前いつも多いやんけとか、そういう話じゃないの？そういう言い方はしなかったんで。ショーもいかんな、ダサいな、お前井村。そういう意味ではなんかお互いにケツ書いてるみたいな感じに見えるよね、俺外から見とって。オカマとオカマが戦っとるみたいだよな。えいやー、ポポポーちゃんと言わない。気持ち悪いな、この会社。もうやめてまえ、全員。ほんとだろ、ほんとつまらんもんな。なんかそんなことしたらいい顔できんだろうって。基本やり取りはその時は全部間に佐々木さんが入ってる状態で、間に佐々木が入って僕に連絡来てもらって、ペコちゃんがね、ペコちゃんが間に入ってで、そのやり取りでしたね、ずっと。そのままだな。お前の育て方が悪いんだな。俺も今の育て方が悪いわ。口開いちゃってもう。俺とも丸責任ですよ、結局は。お前もそうやな。で、代わりにお前が電話しゃるとか浸透だってギスギスし、だって嫌な気持ちだな。まあ、そうです。だったら直接話した方が早いのになとは思います。思うよな。じゃあお前がちょっとその時で気分を害したわけだ。まあちょっと外傷までは言えないですけど。なんだ、男を言えよ、まあ、男出せよお前。そ、害してはないですよ、それに対して。でも直接言ってほうがいいのにとか思うわ。まあ思いますし、なんか佐々木さんにも申し訳ないなっていうのもありますし、間入り前も佐々木もそれが仕事だよな。なんでその形が僕は普通なのかなって思ってたんですよね。違って俺はショーから聞いたのは、多分あいつも悪気ないと思うんだけど、なんかお前にもう現場早く終わらせろ終わらせろって詰められてるもんで、ね、だからやっぱ 300m で1日で終わらんと怒られるから、オーバーをどんどん最近増やしてきとんじゃねえかと。で俺はでもそれ聞いた時には、山口が悪いと思うんだ。親方ってそれがプレッシャーかけるのが仕事だから。俺もそう、営業数字持ってこい持ってこい。でそのプレッシャーに潰れていくやつと、そのプレッシャーに誓っていくやつっておるから、俺はそれでいいと思う。ゆるゆるの会社なんか興味ないから、厳しくお前は一生懸命そこにやっぱプレッシャーあるから。プレッシャーはありますけど、うん、そのプレッシャーに対して嘘ついてまでどうこうっていう気持ちはないです、うん、でも 100m がなんでその違ったの？じゃあさ、70m か 50m か知らないけど、それは僕らも正直分かんないですよ。買、うん、った本数を計算して報告しただけなんで、うんうん、正直僕も原因が分からないというか、うんうん、ちょっと少なめにも見積もってますし。お前らテープ盗んでよ、お前家に積んでねえか、お前。いや、トイレットペーパー代わりにしとらんか。それはやばい。死んで数えるんで。ああ、そういうことか。ってことはもうゴミで数える。ゴミを集めといて最後に数えて、うん、なんでそんな来るんだ。まあ、でもその時は本当に細かいところが多かったんで、ロスは多かったかもしれないです。カフェのジョイントとかあると、そんなとこいちいち実測しないじゃないですか。もう知れてるんで、うん。でもテープだと、このハフの分貼って、ちょっと中に逃がすもんで仕上げやすいように。丸い紙系フード周りとかだと、壁側も貼っていこうと思ったら、テープ何もあん、チーって貼って、チーって貼って、チーって貼ってってなんかやってくんで。
それでどん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 増えていくるんです。そこはでも自分たちで測ってるからな。じゃあちょっとおかしいなって、こういう物件で単純に計算だけじゃないかな。なんでその時に村さんとちょっと話したのはやっぱ空きがやっぱめちゃめちゃオーバーしてたとかだったらちょっともう今後実測するように時間があればしますっていうふうに、ね、話してもらったんですけど。でその 50m は前だった時しょ、測ったら 70m だった、まあでも、はい、いやでもってさ、お前ら簡単に言うけどそれってお前の金じゃねえもんな。お前の給料じゃ引けよ 20m。 はい、って言われたら嫌な気持ちになる。そうですね、お前が納得してその 70m だったらいいんだけど、納得してない、別にいいです、それってただ別にお前何も言わずにっていうだけじゃない。そうです、俺それ気になったんだ。山口にもそう言われてな、お前がその折れたんだらどんな手使ってるか言わなかったじゃん。なんか別にお互いになんか仲良し恋ししてない。昔って違ったじゃん、もっとピリピリしとったじゃん。ちょっと今しめようかじゃん。いいね、話せよお前。話はしたんで、一応みたいそんなネタを。お前の給料から引けるじゃん。それでもいいです。いいって言うなら引くぞ。はい、引いてください。マジでいいんだな。いいです。いいな、じゃあ20m で引いてください。はい、僕の給料か。いや、50m。あ、僕のじゃないんだ。なんならその、じゃあいいですって言うなら引くぞ。20m分僕にくれたら、はい、村本様分に。もう笑い話じゃないってよ。はい、じゃあ一回止めろよ。じゃあお前笑い話じゃないじゃん。何で伏てとんの。いや伏ててないです。じゃあ伏てとるやん。じゃあ僕の給料から引いてくれいいですって。いや、僕がそこまで話、あのそこまで真剣に考えてなかったっていうことなんで、それがだからこれからしっかりやりますでいいんじゃねえんかお前。はい、じゃあそれを伏ててお前、いやじゃあ引いてくださいよ、何してくださいよって。そういうことだよ。聞いとって居直ってるように聞こえるぞ。いや何、いや今回の件はもう笑うなと、真剣な話なんで、はい、何が笑えるの。いや何が笑えるの。じゃ何も笑えるの。笑えんだろう、はい、じゃあ何だハート笑うの。すいません。まあじゃあ伏てとるやんけ。まあでもそういう伏ててるっていうふうに取られたな。じゃあ伏てとるやんけ、捉えとるじゃねえってよ。伏ててねえんかじゃん。伏ててねえやつがお前クスクス笑ってもの喋るんか。何が笑えるの。捨てとるやつだよ。じゃあいいっすよ、引いてくださいよって。じゃあ俺はお前を捨てとると思う。でそれ僕捨てとるように見えたらとか見えんとか知らんぞ。捨てとるやん、認めろやん。ちゃうか。でどっちなんだ聞いとる。質問しても、はいじゃねえよ。捨てとる捨ててねえか答えろって。あ、捨ててました。だろう。はい、こっちもお前真面目に話し合ってるよ。私がこんなこと言っとるか、うん、てめえの責任だろこれって何嘘ついとんだって俺来とるか。真面目に話し合ってるよ。なんか言いたいことあるの言えよ。なんか言いたいことあるんだろう言えよ。いや大丈夫。今まで捨てた顔しても大丈夫だよ。だって伏てたように見えるぞ。かっかしで、こういう顔ならもう帰ってけよお前。そんな顔で客の前に立つのじゃ。帰るよ。なんだこういう顔ですって。バカみたいなやついつもそういう説明するわ。ターゲンダーの言い訳すんなよお前。人が怒っておい、なんだこういう顔です。もうちょくっとの人のこと引き継ぎましょうかお前。なんだお前こういう顔です。お前中学生みたいに言われてすんなよ。いいでよなこと言えよ。なんだ、じゃあ言えよ。何もないです。じゃあなんでその捨てるの。捨ててないです、本当に。その言い方を捨てとるけど。え、何？ちょ、マジ言えないですか。本当に何もない。じゃあ、何その捨てるの。捨ててないです。
んな物言い方する？お前怒られてるじゃん。なんすか？来ててないっすよって。そんな物言い方するの客？お客に怒られたら。じゃあなんで俺にするんだって。でこんなことやる？客の前で。やるのか？聞いとるかよ。じゃあなんで俺にやるんだって。やってるつもりがないんで申し訳ない。こんな風に死んだろうって。おい、どうしたの？何だろう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 ？客にも信号なんか押してよかというのを言ったんだろう。とりあえず、はい。まだまだ中で、だいたい中直りを横にしようか。失敗かけよう。みんなで肩組んで。最悪映画だぞ。パフォーマンスだけ嘘の顔で人間の仕事。よかった。僕たちは仲良しです。俺に復讐しろ。僕たちは、僕たちはとっても仲良しです。とっても仲良しです。山口さん、とってもいい人です。とってもいい人です。山口さんやばい。はい、じゃだけどお前はそれだけ思いでいいえこれから今度は、はい。社長、営業さんどうなっとんすか。僕がこうやって話持ってってもメタムラ L って言ったのにこんな扱いですよ。山口さん言ってくれないんですか。それ今度の。そっちいい方ですか、ね、はい何だよ、はい、はい、せーの、なんでーねー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 